なんか店の前に花飾ってある店は思う前に店だってやってたけど、うん、それはそうとも限らないでしょ。そうそう、たまたまなんでだ、ね、すごい、接客業嫌いではないんだけど、接客業好きではないんだよねみたいな。どっちやねみたいな。例えばひかりさん、バイトの女の子なんだけど、うん、なんか上司、今何分だ、さっき55分だ、今5分か8時くらいじゃん。いや、まだ行く。なんかさ、上司がさ、うん、次に新しい上司が来るとき、うん、なんかめんどくさい上司だったら私はすぐ辞める派ですみたいなこと言ってて、楽しみだなんかその一緒に働くスタッフよりも上司と仲良くなれるかなれないかで職場決めてるっつってすげえメンタル強くていいなって。あのね、バイトはバイトはまだそれできんだよ。就職はそうもいかないからな、まあね、うん、下のスタッフがあんまり気にしてないんだ。それが一番いいよねって。ただなんか慣れるよ。あ、なんだ、警察来てね。あ、うるせえからやっぱ来たんだよ。これ通報されたんだよ、住民から。うるせえもん。だって仮にもここさ、人住んでるからね、うん、でも警察来てればやるんだ、ブン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 。あ、帰った、ほら。え？転べ前なりそのまま。いや、あのね、ここでやんないでほしい。めんどくせえから。検証とか起きてさ、封鎖されたら超めんどくせえよ、これ。21時で、21時以降あの音されたらたまったもんじゃねえってところの限界値が21時なんじゃねえの、住民の人たちが。ここでやんなって言いたくなる。お前さ、大概うちの家の方もひどいけど、あと深夜の3時頃に集団であのブーブーブー来るから本当に嫌なんだけど、本当です。3時から、せめて2時とかさ、1時に来てくれよとかさ。本当にね、うるさい。静かに。いいよ、ポリさんに来たことでしょ。 あと2時までいるって、うん、いや本当にうるさい。ありがたいですね。ね、まあパトロールみたいな感じだからそんなに強くはないのかな。富士山市なんか書いてあるのマンホール、富士山のマンホール、あれ、はあ、はあ、あれ、ごめん、あの、何だろうな、何ちゃんなんですよね、あのキャラクター、富士山、ね、めっちゃ見てるよ。あ、そっか、集金食らう可能性あるから見てるのか。多めに見てくれたんじゃない、うん、慌てて戻ってきた。トイレいいですか。あの歌まで許せるよ。あのなんか戦闘機、うん、戦闘機見てるのとはマジやだ。あのビリ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 って音、あれ本当や、うん、あのままこけたらちょっときついぞ。私の腹筋がきついぞ。だったら100人とも多分待ってくれると思うよ。ああすげえな、あんなにいたのにすげえせいせいしちゃった。マリさんって大
特にこれから夏に向けてはすげえ来ると思う。ただあれだね、都会生活って怖いね。まだ8時なんだよこれ。もう10時が11時みたいなぐらいの感覚なのこれ。あのね、同じ。そうなんだよね、不思議とね。うん。あ、こっちから行け。危ねえと思って。引かれちゃうと思って。うん。まあね。集落がちゃんとある場所だからさ。うん。いいわけじゃあんの。じゃあ帰りましょうか。ちょっと外入れるの待ってて。何あんな前の道あったんだ。え、だからあそこにあるの椅子が。だからそっちで食ってもいいなって最近思ったの。え、ちょいちょい前これ何これ、歩くとこあんだ。あ、え、そこロープあるから気をつけて。あ、分かるけど、え、こんな歩く場所あったんだ、知らなかった。あ、でもあれ従業員専用か、作業場だね。帰りましょう。